健二君、はいえー、3人の先生方、今日はどうも本当にありがとうございました、あの皆さんに少しずつお,、ね、お伺いしたいと思うんですが、えー、まずあの高橋さん参考人には、ですねあの消費税の影響を政府は、まあ、見誤ったと、えー、これはもう議会でも追及すべきだというお話もありましたけれども、あの往々にして、でこの近年見てみますと、政府の経済見通しっていうのは常に過方修正、過方修正と、要するにいつも上に外していると。 とといいうことだと思いますでそれはなぜなのかということとあとその割に税収は、えー、上振れするんです。 方向逆なんですよねあの経済は見通しを、えー、上に外しておきながら税収は見通しよりも、えーまあ、かなり上振,れ上振れしてしまったりすると、まあ、それは何なのかなぜなのかということとあとあの税収断水値についてあの先ほど少しコメントありましたけれども政府が2、えーまあ、通りの試算で税財務省のは1.1を使っていて内閣府の方はまあうはモデルを走らせ結果,あの結果として1.0ということになってますけれどもそれはいくらなんたって低すぎんじゃないかと。 をすればいくらぐらいを使えばいいのかということをちょっとお聞きしたいと思います。あ、であの質問だけ全部言っていきますと、あとあの井堀先生にはあの財政健全化目標 これ PB の黒字化というのは2020年ということになっていますが PB の黒字化がいいのかそれとももっと進んで財政,えまあ財政収支を黒字化しなきゃいけないとお考えになられるかそれとも先ほどのえ高橋先生もおっしゃってましたけれどもあの債務の対 GDP 比率が発散しなければいいとまあそ,のえふえそういうふうに考えられるのかあのそこら辺についてのご意見をいただきたいというふうふに思います。それからの井出先生にはあの国税と地方 当然、まあ、あの細かい議論が必要ですよ。とこういうお話でした。で、国税についてはま累進性を高めてもいいんじゃないかとけれども、地方税については、あのま低所得層の方々も払っていただかなきゃいけないと。まあこのようなお話でしたが、あの結果としてよくやる。あの直感比率。 これはどういう姿になるのだろうかということについて、これはあの細かい議論をした上での結果ということになると思うんですが、その結果についてどう考えられるか教えていただきたいと思います。最初の,その経済見通しが下振れて、税収が上振れているのは全くそのとおりで変ですねと <laughs> いうことですあの。普通の国ですとマクロの話と税収はリンクしています。ですからその ズレがないんですけどあの中西におっしゃったようにマクロの方の話は内閣がやって税収の方は財務省がやって,って結構バラバラにやってこんな国はまずないですねですからこれはマクロできちんとやるっていうのが大前提ですマクロできちんとやるってことですとそのさっきの税収の男性値の話にも行き着くんですけどこれは確か碇先生が内閣であで男性値の話をずっと計算をされてていろんなモデルで取ってやりますけどここ最近まあ十数年取るとまあ実績ベースですけれどこれはまあで男性値は ぐらいでありますね。これはあの、これは財務省の官僚でした。こんなのみんな知ってます。要するに、あの景気の回復局面は男性値すごく大きくなります。これは簡単でして。 あの法人企業が、あの赤字のやつから税金払うのは急に払うよ、それだけの話です。こんなの感覚的にわかります。ただし、すごくノーマライズっていうか、安定状態になったら、一に近づくっていうのは分かってますけど。実際問題は安定、その安定なんてほとんどないから、大体景気の上がり下がりっていうことで、男性値は大きくとのが普通です。ですから、この先ほどの税収のブレっていうのは、そこも分かっているんで、そういう意味で、全然普段言ってるのと違うと。とただ、その財務省が、どうして男性値を低く見るのって、これは予算上のテクニックでして。要するに、男性値が低いから、見通。 投資が高くてもないよっていようだけの話ですこれ、だんだん予算上のテクニックの話なんで、そんなものをです、ね、あのこの経済見通しがそういうふうに使うというのはちょっとおかしいですね、ですからこれはちゃんとしたマクロ経済の話できちんとベースでやるべきだというふうに思いますろりさん公認えと、財政健全化目標というのはです、ね、やはりその2つあって、1つはその全体の,です、ね、あの財政が持続可能かどうかという点で。 でもう一つはその中身の話だと思うんですよね。であの全体のですね持続可能性から言えばですね、やはりそのプライマリーバランスの黒字化2020年というのはあくまでもあの一つのですね中間目標だと思います。うん、で私は最終的にはですね、やはりその GDP 比の国債残高が 安定化して、かつそれがです、ね、やはりその下がるというのがです、ね、下がっていくというのが、いくらなんでも200%を超える GDP で見て、ね、プライマあで交差段高債残高が続くというのはです、ね、これは異常な状況で、これを下げるのが必要ですね。 ででそのためにはです、ね、やはりプログランイバランスもです、ね、あの黒字,化で黒字化だけじゃなくてです、ね、黒字のレベルをです、ね、ある程度数、数パーセント黒字はつかないといけないと思います。でしかもです、ね、経済成長率と,、えー、と金利の関係ですけれども、長期的には、ね、やはり金利のほうが経済成長率も高いというのが、これはあの、高橋さんのポイは意見が違いますけれども、経済成長率よりもです、ね、金利が高いというのがです、ね、これは正常な。 通常の中長期的な状況だと思いますので、それを前提に考えるとですね、やはりプライマリーバランスはかなりのですね黒字を最終的にはですね実現しないといけないんですが、これは相当ハードルが高いので、差し払ってまああの20年の均衡がですけれども、それだけでは不十分だということをですね、まあ、やはり考えるしておく必要があると思います。それからもう一つですね、その意味で量的にですね、あの財政健全化ができたとして、つまりプライマリーバランスの黒字化あるいはですね。 交際団体の GDP がです、ね、安定的にです、ね、下がっていったとしても、それだけではです、ね、まだ不十分で、それなぜ不十分かというとです、ね、先ほど申し上げたように、要するに不可方式で,です、ね、人口が減少している社会ではです、ね、要するに財政なり社会保障をですねマクロベースで収入とです、ね、収支がです、ね、支出が均衡しててもです、ね、世代間というの不公平は相変わらず残るわけですよね。 でそこの部分が残る限りにおいてはです、ね、若い人にとってみるとやはりです、ね、社会保障ない財産に対する不信感というのはどうしても拭いきれませんのでその点でのです、ね、改革が必要で要するに少子化、うん、高齢化のです、ね、要するに人口がです、ね、極端な日本がこれから変わるときにです、ね、それとまあ両立可能な 財政ない社会保障制度にです、ね、変えていく必要があって、これはその財政健全化をです、ね、とは別のです、ね、もう一つです、ね、厳しいあの、まあ、ハードルで、それも同時に達成しないとです、ね、やはり財政がない社会保障がです、ね、中長期的にです、ね、日本の国民にとって、えー、受け入れられるものにはならないと思いますので、2、まあ、つの面で、後半の面はかなり厳しい,みたいです。 で抜本的なです、ね、社会保障制度改革をしないといけないんですけど、これなかなか大変ですけれども、まあ、そこまで、まあ、あの見据えたです、ね、改革が必要かなと思います。参考人 直感比率のお話なんですけれどもね、あのそもそも、えーと、例えばフランスのように間接税の割合が非常に大きいで、逆にアメリカのように直接税の割合が非常に大きいところもありますが、でも例えば最近、フランスの場合は直接税のウェイトがどんどん大きくなっていったり、アメリカではこう出たり消えたりしますけど、消費税を導入するしないという議論がずっと続いたりということで、結局望ましい直感比率の姿っいうのはそもそもないと思うんですね。こ、えー、この問題を考えるとときに一つ重要なことは、えー、と80年代以降を 世界的に地方文献の動ききが起きたとということですねでこれはあの欧州地方自治憲章が80年代にできたりあるいは90年代に世界自治憲章ができたこともそうですが結局は社会の世の中のリスクがもう変わっちゃったってことですねそれまでは男の人が仕事を失っちゃうと家族が全員困っちゃうっていうのが一番のリスクだったのでこの男性の所得を支えるようなあの社会保障がどんどん大きくなっている 年金とか失業手当とか疾病給付っていうのが大きくなっていくわけですね。ところが、えっと、女性が働きに行くようになりかつ高齢化が進むようになるとむしろ女性が今まで家の中で担ってきたようなサービス子育てとかお年寄りの面倒を見るっていうことをどうするかっていうことが世界中で問題になっていきますからその中で結局は対人社会サービスを出している地方自治,の自,自治体の方にどん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 仕事や権限が下りていくっていう動きが世界的に起きているわけですね。 そうすると、今後のご質問の直感比率のことを考えるときに、こう地方税がどういう割合になっていくかということを考えないといけないように思います。で、そのときに、一つは、えー、と住民税、これはみんなが納税者になっていくという私の今日の、えー、と考え方からいきますと、住民税の課税最低限を下げていって、みんなが住民税を払えるようにしていきましょうという方向が一つだと思います。もうう一つはそうではそでなくて地方消費税 を拡充することによって消費税は誰もが払いますからこれ、逆進性のことが問題になっていることで証明されるように、誰もが納税者になりますから、地方消費税のウェイトを増やしていくというのがもう一つの方向性だと思います。でこれは率直に申し上げますとあの、自治体関係者が住民税の増税を言い出すことはなかなか難しいという現状もあって、で正直に申し上げれば、地方消費税のウェイトの方が高くなっていくのかなと気はしますが、 ただ、いずれにせよ、この住民税が増えるか、地方消費税が増えるかによって、全体の直感比率のこう構造というか、割合は変わってくるっていうことではないかと思います中西君、あの言ってない高橋先生に確認したいんですが、あの税収断線置は景気の局面によって、数値を変えていくべきだと、そういうことでよろしいでしょうか。高橋参考人 えとそうですそれであ,のあと一つその、えー、先ほどその金利と成長率、これは実は2006年ごと経済財政諮問会議で金利成長率論争って、ね、さんざん議論されましたが、その議論だけちょっと紹介しております、伊織、えー、先生がおっしゃったように、金利の方が成長率高いというのは、この金利は民間の金利です。 あるいは資本収益率とか、そういうです、これはピキティの本なんかにも書いてありますけどただ今、ここで問題にしているのは国債の金利です、国債の金利は民間の金利より低いので、その意味で,です、ね、実は成長率と国債の金利の間については、条件関係はなかなか出ない、でそれであのそのときにそういう話をです、ねまあ、吉川先生にしたです、ね、経済学者は金利が1本しかないんだなというそういう答えをしておりました、実は民間の金利と国債の金利は全く違います。中西君、はい、あの終わりりまますどうもああがとうございました